はい、どうもこんにちは、松井塾の松です。さあ今日はこの陽明学のこの熊沢万山についてスポットを当ててみましょうということです。じゃあ熊沢万山何をしたかということなんですけど、熊沢万山の要するに著作物であるこの大学学問ですね。大学学問、はい、まあ、大学学問でまあ何書いたかっていうと、幕府のやってる朱子学とかわらみたいな感じで、まあ、幕府をあのボロクソに批判しちゃうというですね。はい、まあ何幕府がやってる朱子学とかお笑い草なんですけどわらみたいなね、はい、感じでこの大学学問において、まあ、朱子学をボロクソに批判するみたいな感じでやった結果、まあさ、刑務所に入っていただくことになりますみたいな感じでね、はい、こうまあ投獄されちゃいますよみたいな感じでね、幽閉されちゃいますよみたいな感じになるわけです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。